みなさんこんばんは。こんばんは。本日は東京タワーにご来島いただきましてありがとうございます。15時から行っておりますインフィニティライブ、残り2組となりました。それではお待たせいたしました、 MM さんのライブをお送りいたします。皆様大きな拍手でお迎えください。私たちね、はい、MM って言うんですけど、はい、ちょっとみんな知ってるかなって思って、そうですね、聞いてみよう。そうですね、うん、はい、じゃあ MM のこと知ってるよっていう人と知らないよっていう人を手挙げてもらっていいですか。それ全員だから。挙げてるよ。でも全員、あれ、あ、もう挙げてんの普通じゃん。ややこしいな。逆に挙げてないのが変なんだよ。はい、はいはいはい、あ、挙げてるね、いいよ、ありがとう。挙げてくれてるね。はい、まあちゃんと聞こう、うん、MM 知ってるよっていう人手挙げてもらっていいですか。お、あらま、知ってます？本当に？
ありがとうございます。嬉しい、どこかで。ありがとう、初めてだね。知ってる、ありがとう。はいはい、はい、ありがとうございます、はい、私たちあの MM って言うんですけど、はい、小文字で EMU 数字の2 EMU と書いて、はい、MM と呼びます。はい、あのお笑い芸人の千原せいじ、皆さんご存知ですか。ありますか。お兄ちゃんの方ですね。お兄ちゃんの千原兄弟の。そう、はい、千原せいじプロデュースでやっております。はい、はい、今ねあのスナック周りをしてまして、はい、なんとボーカルダンスユニット初の流しっていうのをやってるんですけど、私たち、はい、あの分かります、流しっていうのは、うんうん、ギター一本持って、うんうんうん、あの八丈島の方へね、うん、あの船流されるみたいな。それ島流し。怖いやつだからね。そういうやつじゃないよ。いいね、あー笑ってんね。いいよ。あ、違うよ違うよ。あのね、そうそう、まあね、ギター一本持ってスナックに行って、うん、歌って、うん、お金をもらって帰るみたいな感じなんですけど。お金って生々しいから。じゃたまにチップもらえるね。そう、チップもらって帰るっていう。はい、そう、私たちそんなことやってるんです。ファーストシングル、はい、この曲なんですけどね、今歌ってる、今流れてるないっていう曲を、はい、あのたくさんの人に聴いてほしいな、はい、買ってほしいなっていう意思でやっております。はい、はい、今日あれだね、3連休でしょ。そうですね、皆さん3連休ですか。どう日、今面白いこと言ってないよ全然、うん、うんうん、大丈夫。いや、スマイルしてくれるの。そうそう、うん、そう、3連休、はい、みんな東京タワー来てね。そうですね、うん、みんなスカイツリーには行かなかったんですね。いや、なんでこっち来たんだろうね。いや、いいよね、別に東京タワーがいいよね。赤い方がいいよね、やっぱり、ね、そっか、そうだね、こっちが原点だね。やっぱりね、原点だね。原点、うん、原点だよ、うん、え、どうしたの。おー、そっか、そうだ、光ったね。光ったね、光ったね。え、みんななんかどこから来てんのかな。そうだね、行ってみようか、うんうん、どこから来られたんですか。いや、私じゃねえよ。やめて、ちょっとお客さんに聞いてって、ちゃんと。そうだ、ね、ちょっとじゃあ聞いていくね、はい、どこから来ました。神戸です。やっぱ神戸。神戸、 え、このために。そっか、半端ない、素敵ですね。すごい、素敵なお客様、皆さん大きな拍手を、はい、素敵ですね。うん、素晴らしい。神戸がいいね。神戸牛食べたいね。どこから来ました。蒲田。蒲田、またちょっと、まあ、遠いような近いような、まあ右下の方って感じ、あ、左か。それわかんないよ、それは。山手線ね。じゃあいいですか、どこですか。聞いても、どこから来ました。川越。それもまたまた遠いですね。川越って何県。埼玉ですよね。あったり、あったり。まあね、私はTKO から来ましたけどね。え、TKO ってどこ。東京。東京。ちょっと大悟忘れてもらっていい。ウィッシュ、しつこいから。そっちの方、ウィッシュ。ウィッシュじゃない、ミッシュの方、うん、今日はね、ミッシュの方でやっておりますから、はい、本当に。はい、え、でも、あなた韓国から来ましたよね。え、何語、ちょっと何語なの。韓国、ね、でも韓国に見えるけど、全然東京出身ですよ。韓国っぽいですよね。東京タワー、ラブって感じです。はい、あ、そういう感じですか。そういう感じです。見てよ、めっちゃ綺麗。あ、めっちゃ綺麗じゃん。見ました。ちょっと、はあ、うちらばっかり見なくていいよ。18時25分、次の曲行こう。ちょっとやばいやばい、警察みたいに18時25分確保みたいな感じで言うのやめて。言ってない言ってない。いや、言っただろ。言ってないよ。いや、ちょっともう次の曲いきますね。いきますね、はい、はい、聞いてください、ロンリー。今この話に傷つくかもよ、ただ嫌いになるかもしれない、なんだか変わったよねって、確かにそうかもね、でもどうしても素直になれなくて、すぐ近くで笑ってたよ。 I don't know, I don't know、 まるで夢みたい、愛し合ったのにもここにいるよ。 I don't know, 旅立ちたくて、 Baby I'm sorry、 抱いてでもあの日、最後はまだこんな子供みたい。 I'm sorry、 君と僕のストーリー、愛にはまだ足りない足りない、いても Baby I'm so long、 メロン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 、 Baby I'm so long、 メロン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 、 Baby I'm so long、今をどこでも一緒だったのに、もう愛
560ディピタディレルです。ディピタディレル？ディピタディレルです。え？ディピタディレル？ディピタディレルです。ディピタディレル？ディピタディレル。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 ありがとうございます。
ました。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続けて聴いてください。 I love you。 When you feel like there's no way out, love is the only way。独り占めにさせてよ、私だけに笑ってよ。 I say woo、 嫉妬させないでよ。 Woo、 あなたの虜よ。まだ愛に臆病なの、あなたを信じさせてよ。 I say woo、 嫉妬させないでよ。新大久保のショーボックスさんでライブをするんですけど、はい、ワンマンライブを、はいはい、当日レコ発ワンマンライブを行います。よかったらね、皆さん来てほしいね。来てください。当日来てくれた皆さんに、はい、セジケン豚骨チキンカレーっていう、はい、カレーをプレゼントしたいと思います、はい、かなり太っ腹でしょ。そうなんですよ。食べたいでしょ。
普通に買ったら結構するから、ね、そうなんですよ、結構するんですよ、はい、それだけゲットしに来てもいいよ、 それだけもらうだけで OK ですよ、うん、でもライブちゃんと見てからだよ、はい、そう、すごい美味しいんでね、 そちらの方もゲットしに来てください、はい、はいはい、私たち小文字で EMU 数字の2 EMU で調べてもらったら、はい、ツイッター、アメブロなど出てくると思うので、はい、よかったら検索して調べてください、はい、よろしくお願いします。はい、それでは私たち最後の曲になるんですけれども、はい、最後はありがとう、ありがとう、ちょっと待ってたよねそれ、うん、待ってましたよ、ありがとう、あのトントンっていう曲を最後歌います、はい、あの豚肉のトントンと人生トントンだよねっていう、そう、一生トントンっていうのをかけた曲です。そうなんです、作詞は芸人のデッカちゃんっていう人が書いてます、はい、わかります、赤い髪の毛のちょっと大きいデブ、デブデッカちゃんだよってやる人、知らないですか、知ってるかな、知ってる、まあ、ありがとうございます、後で分かんなかったらググってください、はい、ググってデッカちゃんで見てください、はい、はい、それでは最後に聞いてください、トントン。 Hey yo, what's up? 調子はどう、疲れてるあなた、 MM と一緒に豚肉食べない、疲労回復パワーアップ、需要競争エナジャー、両手を上げてハンズアップ、 Let's enjoy、突然のお別れ見ない涙も枯れ果てる cry、 あなたで身が当てなクライアン、私を持って遊ぶエリア、行くよ、トン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 、一緒、トン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 トそれでは以上 MM でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 MM のお二人にもう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございます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 。はい、ちょっと裏で綺麗なお姉さんだなって思ってたんですけど。本当ですか？はい、バレたね。バレた、ね、本当ですか？ステージ上でいきなりすごい饒舌にトークをしていたので、ちょっと後ろで驚いてました。饒舌にトークだってそんなにトーク上手かったかな。やばいね。ちょっとびっくりしたんですけど、はい、東京タワーでのライブいかがでしたか？いやなんか初めてだったんですけど、うん、はい、皆さんね、暖かいのもあって、あと後ろもすごい綺麗だから、こっち、はい、皆さん多分見えないけど、こっちからすごい綺麗なんですよ、うん、本当に。後でね、たくさん見てくださいね、景色の方、うん、見てください。はい、はい、ありがとうございます。今後のライブの活動などもう一度教えていただいてもよろしいですかね。はい、私たち次のライブがですね、はい、10月18日、はい、日曜日なんですけれど、はい、毛布の、六本木の、そうそう、毛布東京さんでね、はい、はい、アラブインスパイアというイベントに出ます。はい、それはあのダンスボーカルたくさん出るんで、いろんなユニットの方がね出るんですけども、はい、よかったら見に来てください。はい、あとですね、その11月15日に、はい、MM のセカンドシングルレコ発ライブが、はい、新大久保のショーボックスさんで行われます。はい、そちらの方もぜひぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この後も物販で CD と普通ですかね、はいはい、持ってきていただいていることなので、はい、皆様ぜひ皆様の右手側にあの物販コーナーがございますので、はいはい、ぜひ足を運んでください。はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは MM のお二人でした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後はですね、16時15分頃からトネアユさんのライブをお送りしますので、皆様しばらくお待ちください。